BMWK100 は1983年から1995年まで販売された BMW 製の排気量 987cc の自動二輪車である。それまでほぼ空冷水平対抗二気筒の R シリーズ一本槍できた BMW にとって水冷縦置き四気筒エンジンボッシュエルジェトロニックによる電子制御燃料噴射、アルミ燃料、タンク、 オールステンレス製、マフラー、乾式クラッチなどコンセプトを一新した、K シリーズの第一弾。当初 BMW は旧式化しつつあった。R シリーズを全面的に置き換える予定であったが、R シリーズを支持するユーザーの声も大きく、結局 R シリーズも近代化されて併売されつつ、現在に至っている。機頭数は排気ガス対策や騒音対策で4。 気筒となることは早期に決定したものの V4、水平対向4気筒、スクエア4、パラレル4が検討されたものの軽量化と簡素化の観点からインライン4となった。縦置きとなったのはシャフトドライブと組み合わせた時の効率が良いからである。重心を低くするためシリンダーは90度横に寝かされた。排気量は当初は1.3リットルを上限として開発されていたが、 環境保護ムードの高まりで縮小され、結果的にボアファイ 67mm、ストローク 70mm で 987cc となった。実際には、エンジン配置によるスペースの制約から、インテーク長が十分に取れずたと、え、排気量を増大させてもあまりエンジン出力は増加しにくいデザインである。1988年からオプションで、 アンチロックブレーキシステムを備えている BMW K1100 に引き継がれる形で生産を終了した。ありがとうございます。